はい、こんばんは、もみチャンネルのお時間です。今日はサマナーゾーンをやっていきたいと思います。なぜならばタイロン、水シルフちゃんをね、私やっとタイロンくんにしてね、なのでね、前回屈辱だったあれですよ、ハードの試練の塔、ちょっとお祈りさせて。自由なんでしょ前回さ、その負けちゃった試練の塔ハード5回リベンジしたいなって思ってます。いやもう負けたらもうどうしようもないね。どうしようね。いやでも私がなんか頑張ればいける気がする。ちゃんと、頑張ればいけると信じたい。行こう。待ってろよ、5回なんか今意気込みを言おうとしたらなんかうまく言えなかった。大丈夫かな、私勝てるかな。今回は勝ちたい。信じたい。いけそうな予感。見てかっこいいでしょ、私のタイロンくん。頑張ったんやで。これだよね、タイロンくんのすごいところって。なんかいけそうな予感がしてきた。ムンムンしてる。なんか勝ちたいよ。こんなところ負けたくないわ。自由の張らなくてもいけそう。すごい、体力が半端ないな。回復しなくてもいいか。いけた。凍ってる、やった。怖いよ。ちょっと寝てて。痛い痛い。えい、死んだ。
すごい、みんなスタンしちゃった、最悪。負けたくないぜ、でもこいつから倒すぜ。いける、いける、勝てる。やだ、メールが来た。大丈夫だったかな。いける、もうあとタコ殴りでいける、ボートでいける。やったー、倒した。前回負けたのが相当悔しかったな。クリスタル10、やった。次の回挑戦してみる。死ぬかもしんないけど。一応あ、やっぱオートにしておいた。いや正直ヘルバウンド怖いな。ヘルバウンド、ヘルハウンド、どっちか忘れちゃった。次は頑張ってラオク君をね、欲しい、あげたいの。あ、間違えちゃった。頑張ってる。やっかいだな、意外に。ラオクくんが早くレベル上がります。あ、星上がりますように。痛い痛い、まあ、いいか。えい、回復しようっと。まあでも倒したら、あ、ボスまで来た。スリープって結構いいよね。どうせそう。やった。倒せた。倒せたけどここまでにしとくね。怖いんだもん。怖いし、あともう。ここ取って10分ぐらいになっちゃうから、あんまり長すぎてもなということで、まあまたコツコツ登っていきたいと思うのでね、頑張ります。あ、そう、今こんな感じだよ。タイロンくん、デスナイトくん、
やっぱラオクくんだよね。ちなみにシルフィードとシルフくんだったら、あの覚醒させるならどっちがいいと思いますか？今頑張って、今日ね風のダンジョンだから頑張って集めてね覚醒させたいなと思っている次第でございます。はい、そんなわけでね、ツイッターでゲームのことつぶやいたりしてるので、よかったらフォローをしてください。あと YouTube チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。1万人突破したので何か記念枠を取ろうかなと今考えているので、お楽しみいただければなと思っております。あとコメントもお待ちしてます。全部読んでます。いいねとかね返信とかしたいんですけれど、頑張って時間見つけてやりたいと思います。そして今日のコーデです。ちょっとグリーンのスカートに白いシャツです。白のシャツは結構ダボダボ系のシャツで、なんだろう、なんかメンズのシャツを着ちゃいましたみたいな感じのシャツを着て、私が大好きな下は甘く上はちょっとカジュアルっぽい感じで、でもちょっと綺麗めな感じで今日は決めてみました。髪の毛はポニーテールです。いつも好きなジョーカーは相変わらずつけてます。そんな感じでサマナーズを引き続き頑張っていきたいと思うので、よかったら動画これからもご覧いただければなと思っております。ではまたお会いしましょう。バイバイ。